どこ行けばいい私。パリどうですか。え、外一回も出てないから。まあこれから散歩行くんやけど、これ どこ行けばいいと思う。とりあえずなんか何も決めてないんだけど、凱旋門行けばいいの。これ一番近いし。うん。シャンゼリゼ通りっていうのが近い。あ、じゃあそれに行く。なんとか。うん。さあ寒いよね普通に。寒いっす。半袖なんだけど、どんまいすぎる。20度ちょっと。すごい、でもさ、なんか携帯そのままペッて取られるらしいからさ。いや、マジで。いや、両手で。両手で。脇締めて。なんかすげえな。なんかちゃんと古い街感あるよね。うん。雰囲気ありますよね。なんか思ったよりチャリ多いよね。めちゃくちゃみんなチャリ乗ってます。ゴミとかちゃんと捨ててるんだね。なんかすごいパリ汚いって聞いたからさ。意外と綺麗ですよね。そんなゴミべちょべちょ置いてある感じじゃないし、街が綺麗だよね本当。うん、由緒正しい感じが。日本じゃできねえよな正直。地震なり火災なりが多くて。ああ、確かに。今ちょうどね大学の授業で都市と環境ってやつ受けてんだけど、まあ日本は再開発をいっぱいしなきゃいけないからこそ、はい、そういう古いものとかはすぐ建て替えたりしちゃうんだよね。それさっき勉強したやつですか。あと渋滞がすごいし、うん、信号がなくない。結構信号マジで少ない。こういう交差点日本だったら絶対あるじゃん、うん、ちっちゃいのが本当に少ない。マジでだからこういうところで無限に渋滞起きてるイメージ。あー、ホテルの前もさマジでヤバくない。確かに交通量多いですよね。あ、なんかちょっとどんどん都会になってきてる気がする。レ・ラグビー、ラグビー見るバーなのかな。すごいよね、めちゃくちゃ人いる。この見てみ、なんかザ・パリじゃない。ザ、そう、外の何て言うんですか、露店じゃないか、路面のやつ多いっすよ。確かにあそこら辺も一方通行は看板一緒だね。ちょっと教習所プロとしてさ。ああ、確かに絶賛ね。パリで運転したくねえ絶対に。いや、すごいですよ交通量本当に多いんで。凱旋門の環状交差点が、はいはい、気持ちの問題らしい。見に行きましょう。気持ちの問題。気が弱いと本当にずっとぐるぐるしちゃうんだって。レーン変更とかしなきゃ出れないのに。なるほど。でもちょっと勇気を振り絞って。ここ信号ないのやばない。ここ信号ないの怖すぎる。え、ちょっと待って、大丈夫これ。気持ちの問題、気持ちで負けてるよ。ごめんだけど俺気持ちで負けてます。気持ちだよ全部。確かにいけるだろうっていう精神 で携帯をさ素で持ってるのがそもそもダメって言うからちょっと怖いよね。で聞いてたんですけど、まあそれ多分寝られるの観光客だと思うんですけど、普通に現地の人たちめちゃめちゃ素で持っ出してません。確かにね。どうする、凱旋門に行くにつれどんどんみんななんかストラップ出して。マジで脇締めて俺しっかり持ったのに今。トレーニングする。思い掛けます。これいくらかな。書いてみます。やっぱパリっぽいね。あ、パリか。パリっぽいっす。あ、3週間前に行ってきました。観光地はでかいライフル持った軍人がいるので安心ですって来てる。いや、何スリしたら撃たれんの。過激すぎんだろ。いやいや、わかんないですけど。でも、まあ、なくてよかったね。そうですね、そこが一番心配でしたね。いや、なんか選挙があったらしくてフランスで、うん、今週の日曜日かな。でめっちゃ右翼の人たちが勝つかもってなってたところ、うん、逆転勝ちして、うん、なんかデモとかがなくなったっぽい。ちょうど期間的に今と被る可能性があったんで、ね、ちょっとデモ配信したかったけど。全部盛り合わせだよ、見てみ。寿司、刺身、焼き鳥、ジャパン。意外とあれですよね、日本食のお店多いですよね。ホテルの周りにも 2,3 個ある、うん、めっちゃある。大正圏もありほんとだ。
うまみ運用大正天寿司とかラーメン、あこれもラーメン思ったんだけど、日本でさアメリカの寿司とか売ったら逆に売れるんじゃねそのカリフォルニアロールとか日本では食えないじゃんマジで。基本食べれないですね。見たことないもん、うん、そういう寿司を出す提供する寿司屋さん作ったら意外と売れる説ない。あすごい、こういう感じだね。ここっぽくないですか。これがメイン通り、表参道のちっちゃ、そう考えると。いやいや、まあね、まあね、表参道の100倍ぐらいでかくね。めっちゃでかいです。すげえ広ってか古い道路、道路が古い。すげえ壮観ですね。開口門だ。え？こっち。尾道の先。本当だ。カメラ下手。ちょっと今ねもういろんなこと気にしながら歩いてて。いやいいんだよ、盗まれたら盗まれたでおもろいやん。わかりました。ここがまさにシャンゼリゼ通りですね。これの信号どういうこと？どういうことこの信号？クロスヘア。クロスヘア。タイヤさんのクロスヘア。ピンクではない。てか日本人多分さ、今日本人なんだけど、あそこ座ってる人たち。はいはい。なんかすぐ分かるよね。ああ、俺も昨日日本人会ってすぐ分かりました。なんかすぐ分かるよね。日本人だって。喋って声とか聞かなくても分かる。仕草から雰囲気がすごい分かるよね。不思議だよね。サウディアラビアってすごくね、ルイ・ヴィトンのビル。すげえ。あ、見えてきましたね。これの歴史的背景誰か調べてくんない？コメントで打ってお願いします。あ、凱旋門とは戦争や争いごとに勝利した指導者や将軍が凱旋式を行う記念に建てられたの。フランス革命で帰還した軍隊を称えるため。うわすごちゃんと門でかでかい。すごいね。すごいでかいね。あこれあれか、世界一でかい、あのあなんだっけ、ピアス式海岸じゃなくて、環状交差点、はいはい、勇気を出さないと一生曲がれない。てかどうやって渡るんですか。いやだからもう気合いなんじゃない。本当にないんじゃない。でも信号なくないですか。ないよ。えこれ気合で渡るのか。だから多分赤信号になった時に行くんじゃない。 Hello? It's a light. Love, yeah. Can I take a cookoo? I want to have a cookoo.Hello, the camera. Oh, yeah. Hello. 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 Hello, my friends. Hello. From France. We are from Japan. France. France? Oh, nice. Avignon. From Japan. Oh, Japan. Welcome. Thank you, thank you. にしても渡れなくね。てかみんなね、話しかけてくるね。国内外関わらず。踊るかどうか。渡らなくていい。どこへ。そうすると真逆ですね。多分エッフェル塔の方が近いかも。パリのどこが治安悪いんだろうね。今のところ感じない、ね、今のところは。アメリカはマジで歩いてるだけで感じるじゃん本当に、はいはいはい、治安悪くて終わってるってなるけど、ね、割とそういうザみたいな人います。まあいいな、なんかパリっていいね。広域が住みたくなる理由もわかるよ。ここはザ観光地みたいな感じするね。ちょっと観光地っぽいですね。水族館、え、もしかしてこれ閉鎖されてね。そう、行けない。え？行け、行けない。テルト行きたいね。テールヌ川周辺はオリンピックの開会式会場になるので規制が始まってるみたいです。やっぱこの島っていうのは全部そういうことですね。あ、捕まりました。ああ何があったの。
ただ U ターンしたかったためにサイレン鳴らしたまである。今の化け物じゃね。そんなまさか。そんなまさかね。あ、まさになんか会場じゃないですか。あれかな、スケボとかかね。あ、かな。てかさ、やばくない？だって、再来週だよ、オリンピック。なんで今コーチしてんの？なんて、やばくない？いや、日本が、日本オリンピックやばいとか言ってたけど、なんかもっとすごいのあったよ、だいぶ。え、今コーチしてる？だいぶまだ、まだですね。すごてか、道広。道マジで広いです。でかいです。てかさ、登ってね？なんかえ、お、ほんとだ。あ、だからしかなく、ね、あそこの展望台みたいのがあるんで、そこまで登れる。あ、一応エレベーターもあるよ。あ、ほん、ほんとだ。なんか原始的にも古いのか。そりゃそうか。いや、でも渡っ、見えるか。てか、パリオリンピック大丈夫なの？今工事してるの？さっきのまだ聞いてる。すごい今不安になっちゃった俺。全然さ、フランス人でもなんでもないのにさ。確かに今月末ですよね。マジで2週間後とかで、2、3週間後なのにさ、今工事してんだよ。いや、じゃあ最終チェック。最終チェック中。何もなかったよ。最終チェック中です。そうか。そうか。喉乾いたね。確かに。どっか入るか。自販機とかはないですね、本当に。